はい、えー、皆さん、どうも、こんにちは。えー、弁理士の宮口です、えー、本日はですね、えー、ここに、えー、一番上に書いてありますように、弁理士は便利屋さんじゃないんだよということで、えー、現役弁理士が考察いたしますあの、ドラマですね、ドラマが始まりましたよ、4月12日から。それっっててパクリじゃないいですかっていう これの考察、第一回目、四月十二日水曜日に、えー、第一話が終わりましたけどね。まああのー、この中には、結構、弁理試験ネタも入ってました、ね。その辺の解説を含めてやっていきたいと思います。えー、と私はですね、レック専任講師、弁理士の宮口です。えー、そうですね、まあ、弁理士の目線で考察していきますからね。 あのちょっとね、えー、私の,あの試験も入ってるかもしれませんがその点ご了承ください。えっ、ー、と今までですねあの知財をテーマにしたドラマってなかったんじゃないですかねもしかしたらあったのかもしれませんけど私は少なくとも見たことがありませんでした、ねまあ、そういった意味では今回、えー、ドラマの題材に、えー、選んでもらうことでこの「弁理士や主人公のようなドラマ」をねこれによってあの弁理士の知名度がね あの飛躍的に上がるんじゃないかなというふうに私は思っております。その辺期待しております。でドラマも弁理士の目線でいろいろとツッコミを入れながら楽しく見たので、えー、それを今日ね、あ今日はですね皆さんに動画で共有させてもらいますね。はい。じゃあドラマを見て弁理士を知った方にもわかりやすいように解説も加えていきながらあ見ていきたいと思います。はい。 あこれねあの「便利屋さん」っていうね、まあ、ドラマでもあのあのなんだ企業にですね便利士がやってくるんだよという場面があってね、えー、便利屋さんっつて言う、えー、そういう場面がありました。えー、であの便利屋っていうのはあの何でもあできるっていうのが便利屋なんですけどねあのこのドラマに、えー、主人公のお藤崎明ちゃんそのドラマでの名前藤崎明ちゃんね えー、この人があのー、まあエンジニアなんですけども、えー、弁利士を弁利屋に間違えるところから始まります。えー、でこれも皆さんね嘘なんじゃないのと思うかもしれませんが私もですね実際に、えー、弁利屋さんと間違われたことがありますね。これはあの田舎の結婚式で、えー、来賓でこう来たときになんか紹介されたときにですね肩書きが あの便利屋の宮口聡様にお越しいただいておりますというふうにですね紹介されたことがあるんですねでいちいち訂正するのも面倒くさいからそのままにしておきましたねあの時はねはいえーでドラマでもですねあのまあ法務部の熊井部長という人がいるんですけどねえ月夜のドリンクのえ熊井部長というねまあ法務部の部長さんがいるんですよ あの野間口さんというあの俳優が、ねえー、演じているでその人はね、まあ、その人はまあ法務部だからちゃんとあの弁理士のことは知ってるんだけどね <laughs> まあ他の人はあんまりよく分かってないというようなよくあの中小企業にありがちな状況でしたね。はい、で弁理士というのはねあのここに書いてあるように知的財産の件の専門家でドラマでは、ね、理系の弁護士という説明の仕方をしておりました。 でこれは厳密に言うとね違うんだけどね弁護士は弁護士で司法試験だし弁理士は弁理士であの弁理試験だからね厳密には違うんですよ。まあでもい、まあ、いいのかなと思いますね私もあの弁理士を目指したきっかけがですねその本屋さんに行って資格の本があの分厚い資格の本を見た時に。 あの確か3番目ぐらいに弁理士が載っていたんですねああの弁護士とか会計士次ぐらいにそしてあの端的にねあの理系の弁護士のような資格であるって書いてありましたね、えー、文系と理系の両面にまたがる業務の専門家みたいなねはい、えー、まあとにかくねあの私熊井部長っていうのが弁理士かと思ったら、まあ、そうではなかったですねあ,のあくまでも法務部の部長さんですね 野村さんいろんなドラマ出ます出てますよねあの名脇役ですよね主人,主人公になることはあんまりないんだけどねはいまあ、そんな感じですはいでね次にあの弁理士の働き方なんですけどねあ,あの皆さんもねこの弁理士の資格を目指す人の中にはあのよくわからないまま受験勉強をあの開始する人もいるかもしれないんですけどまあこの辺はまあ分かってますかね。 特許事務所で働く弁理士とあの企業内で働く弁理士がいるんです。まあ、最近では弁護士なんかもね。あのほとんど上の方だったんですけど、弁護士も事務所系。最近では企業でも弁護士を雇う企業も多くなってきてますからね。まあ、似たような感じですよ。で、私も実はあの最初は企業内弁理士でしたね。で、今は事務所弁理士ですね。はい、まあそんな感じですね。で、ドラマだと。 その特許事務所の弁理士をね、えー、やってるのは、あの、又坂さんっていうね、あの、女性の、弁理士の人が事務所の弁理士なんですね。えー、あの、友坂理恵さんが演じてます。ね。あの、友坂理恵さんっていうと、なんか、あの、ちっちゃい、まだ若い頃の <laughs> イメージしかないんだけどね。あの、久々に見たら弁理士として出てきたんでね。いやー、立派だと思うんだなと思いましたね。はい。 でえーとね、事務所の弁理士というのはねその、えー、と依頼された集めを文章化して、まあ、明細書というんですけどね、まあ、厳密に言うと明細書と特許請求内と図面と要約書を書いて特許庁に出すんですけども、まあ、そういう仕事を担います特許事務所はつまり企業から依頼のあった案件を引き受けるという感じですかね。企、は、企、いえー、企業業業内内内弁弁理理士士私もににおりましたは逆に言うと その社内の発明をまとめてある程度あのまとめて効率よく、まあ、事務所にね依頼する例えば発明者の方がとあの直に特許事務所に依頼してもね多分効率が悪いと思うんですよあの特許法のこととか分かってないもんだからね、まあ、だからその橋渡し的な役あ発明者つまりエンジニアとお事務所の弁理士とのパイプ役ですね これを担うのが企業内、えー、知財部の弁理士だと思ってくださいね。ああということです。で、あのー、月の月曜のドリンクのね、北脇さんという人がこの企業内弁理士ですね。えー、それであのライバル企業があるんですよ。この月曜のドリンクがどちらかというと主人公の会社なんですけど、ライバル企業のドリンクメーカーのね。 あのスマイルビバハッピースマイルビバレッジという会社がありまして、まあ、そこにね企業内弁理士の、まあ、田所さんというのが出てきますね田辺誠一さん扮んするねええー、なかなかこうおしゃれな感じのねあのジ,ョジョセフなんて言ってるところ自体がもうすごいなっていう <laughs> ね、えー、あのなんか外国からや,やってきた人なのかなみたいなねまあ弁理試験も最近ね あの外国から日本にやってきて、弁理士試験を受ける人増えてますよ。まあ、中国、韓国、台湾ね、あの、そういうところから来て受ける人増えてますね。はい。で、あと、あのドラマを見てですね、あの弁理士が、あの北脇さんみたいにね、若くてかっこいい人ばかりだと思わないでくださいね。あの、なんか、まあ,あ、人情派の人もいますからね。なんか、あのドラマに出てくる弁理士の人はね。 なんか非常にこう本当にクールでねあんまり人情味がなさそうな感じでしたけど、ね、例えばほらこういう場面があったんですよ。さあ今日は歓迎会だからみんなで飲みに行きましょうか釜飯でも食いに行きましょうみたいなねあのそういう場面がありましたよ。ところがね北脇便利社はねいやあのそんな無駄なことはしないんだっつってねあの行かなかった場面があるんですね。うん、でこれはちょっっっとやっぱりねあの今そういううい人物像で言ってるんだろうけど 後で多分馴染んでくるんじゃないかなという風には予想しますけどねはい、はい、じゃあねあの第1話で問題となったのがねペットボトルの特許なんですよねあ <laughs> これはちょっとあの、えー、仮に出してるやつだって実際にドラマで出てくるねペットボトルはねキラキラボトルってやつでしたねなんかねキラキラしてるんですよなんかラメ入りのペットボトルみたいな感じでねあのーそして えなんかね、触り心地がなんかキュルンキュルンしてるようなね、プニュープニューしてるっていうかキュルンキュルンしてるそういうね、あのー、特許なんですよ。ね、でその、まあ、ペットボトル多分ね通常の、えー、通常のですよ、えー、ドリンクメーカーはこの焙煎とか抽出方法なんかを特許を取っていくための特許さんをすると思うんですよ。ででもね、ね、今回ドラマで出た特許さんは、ね、その中身じゃなくて ペットボトボルそのものもね、うん、だから私はねこの衣装でもいいかなと思うんですよねパッケージだから衣装デザインであの独占配達権を取るという衣装権ね、うん、デザインも取れますから、うん、でもねあの今回の第1話はその、まあ、デザインでも言っていいと思うんだけどあえて特許で取るというね、うん、でそのライバル企業のスマイルビーバレッジハッピースマイルビーバレッジにね先を越されてたんですね。えー それであのさあ大変だと同じようなことをやってるうちはどうなるんだみたいなことで大変ななことになっていくんですよ、ねはい、それでね、まあ、あの知的財産っていうのはね、まあ、さっきのペットボトルでいうと、えー、まず特許それから衣装ねそれからあのペットボトルのドリンクの名前それで、えー、商標そういうね特許衣装商標ね こういうのを総称して知的財産って言うんですね。まあ、ただね。あの特許庁が管轄する。その特許実用新案衣装商標というのは、あの知的財産よりももうちょっとね。狭い概念で産業財産権っていうのがあるんですよ。産業の発達を図るための、えー、権利だからね。産業財産権というで知的財産というのはもっと広い。概念であの著作権法とかも含まれてくるんですよね、うん。だから。まあ、あの一般的に知的財産というのは？ その産業財産権である特許実用意装商標プラスまあ著作権とかねまあ他にもあの地理的表示だとかまあいろんなものが含まれた概念だと思ってくださいまあ人間の創造的活動により生み出されたものこれはあのえ特許意装商標ですねで2番目として商標商号その他事業活動に用いられる商品エ務ム務というのはサービスを表示するものレックなんかはエ務表示ですね はいそして最後は事業活動に有用な技術上または営業上の情報ということでこれはですねあのー、ラーメン屋の秘伝のスープなんかはね特許すがんなんかしてしまうと公になってしまうんでまずいんであえて特許さんしないんですまあ、コカ・コーラの作り方なんかもそうかもしれませんねこれは営業の秘密としてね秘伝の味とかにしといた方がいいですよ。ねはいさあそれでねドラマで出てきたんですけどね あの特許って何ぞやっていうとあの、まあ、難しく説明するとね、えー、その独占配達権なんですよ発明に対して与えられる独占配達権が特許権なんですけど、まあ、ドラマではねこれはどういうことを言ってるかというとあの例えば話ですよはい、えー、と赤鉛筆という消しゴム付き赤鉛筆という特許権があったとします筆記具という特許権があったとしますどっちの方が強いと思います あちょっと新規性があるとかないとかそういうのはなあの抜きにしてね言葉だけで考えてみてください筆記具という特許権とあ消しゴム付き鉛筆という特許権どっちが強いと思います筆記具なんですよ筆記具の方が広いじゃないですかだってボールペンも万年筆もシャープペンシルも蛍光ペンも含みますよところがあ消しゴム付き、えー、赤鉛筆だとねもうそれ以外はダメなんですよこ,ういうこれオレンジですけどオレンジも駄目ですよ赤って言ってんだから消しゴムついてませんからこれも駄目ですよねっ だから筆記句だったら全部含まれるそういうふうに言葉を選びながら権利化していくっていうねまさにこれいい言葉だなと思いますね言葉を武器にした陣取り合戦ねいい言葉だと思います。はい、で、えー、これね「洗顔主義」なんですけど、えー、とドラマの中でですね「洗顔主義」っていう言葉が出てきたんですね。 えー、条文も書いていてます、えー、特許法39条1項ね便利試験の勉強を始める人はぜひ見といてよ、ね、始めている人始める人ね、えー、ぜひ見てほしいんですよ簡単に言うとねいち早く出願したものを保護する考え方ね、えー、であの、えー、月夜のドリンクで、あのー、キラキラボトルをね発明してやったーって言って喜んでたらね、あのー、先を越されてたんだねハッピースマイルビバレッジが先に特許庁に出願していたことからね そのおいうちの誰かがあのライバル企業のハッピースマイルビバレッジに言ったんじゃないかほとんど一緒はねえかということでドラマが展開されていくんですよはいそれでまあ,あのこういう考え方もあるんですよ先発明主義でもし日本がね先発明主義を取っているんだったらその月夜のドリンクの方がね勝つんだけど残念ながら日本は洗顔主義なので、えー、ハッピースマイルビバレッジの方が勝っちゃうんですね。 でこの「先発明主義」は今どの国も採用していません一昔前までアメリカだけが採用していた考え方です今もう全世界が洗顔主義です。ね、はいということでね、えー、それであの相手方ね、えー、ハッピースマイルビバレッジに対してねどうすればいいかということでその北脇弁理士があの頭を使ってですね考えるんです。ね ボーニースガンというのはね他人の発明を盗んで出願することですそうもううちのアイデアを盗んでお前出願したんねえかということで、えー、特許を潰しに行くっていうねこの1 2三条1項6号は無効理由の条文ですボーニースガンまあアイデア泥棒スガンですねこれを理由に特許を潰そうと言ってました最初はドラマではいでこの1っていうのがその特許を潰しに行くための特許無効審判の請求です 条文はね特許法123条で、えー、潰すと初、えー、めからなかったものとみなすよという125条ねこれが関係する条文でもねなぜか話がねあの途中からすり替わっててあの特許の74条なんですけどこれ便利試験にも出るんですよ。 傍、ね、人された方の被害者が取りうる措置を2つあげようみたいなねで無効審判と移転請求なんだけど断然この移転請求の方がいいですなぜかというと特許無効審判は潰して終わりそれだけですよそれよりもその相手が取った特許をねあの返してもらえるというか自分のものにする方が良くないですかね潰して終わりよりも自分のものになる方がね最終的にはこれをやるんですこの74条移転請求ねはい最終的にはこれをやるはい でドラマでは全く出てこなかったんですけどちょっとあの私の切り口なんですけどねあのこれねその要するに発明が盗まれたっていう話題で「あの傍人出願が」が主,、えー、主なテーマでで棒人を理由とする移転請求これが便利試験としてのネタとしてあの出てきましたただ私的にはねこれ不正競争防止法の営業秘密が盗まれたっていう不正競争でもいけるんじゃないかなと。 思いましたね具体的に言うとねその営業秘密の中でもあのあ営業秘密っていうのはねこの不正競争防止法で保護される特許じゃなくて不正競争の防止により営業者のお事業者の営業上の利益の保護を図るとともにこれを通じて事業者間の公正なあ競争の確保を図る法律ということでね不正競争防止法でもいけるんじゃないかと。さっきのようなラーメンの秘伝の味とかコカ・コーラの作り方 そういったものはね、特許すがんしない方がいいんですよ。だからドリンクメーカーももしかしたら特許せんをしないであえて秘伝にしているものもあるかもしれませんね。で、それをあのー、勝手にね、あのー、盗んだんじゃないかという場面があったんですよ。それはね、何かというとその月号の所長のですね、あ月号のドリンクのあ社長ですね、増田社長というのがいるんですよ。あの赤井秀和さんを噴するねえ、その人がですね、なんか講演会で あの講演会が終わったあとにそのスマイルビバハッピースマイルビ,ラビバレッジの社員である、ね、堀口さんがうまいことですねその講演会が終わったあと、ね、増田さんのところに詰め寄ってです、ね、なんかこういい感じでですねそのいやー素晴らしい技術ですねっていうふうにおだてながらこう聞き出してたんですよ、どうやって作ったんですか、このペットボトルみたいなね。そうですだから 実は月夜のドリンクの増田社長がバラし合ってたんですよ講演会でライバル企業の社員にね、えー、ただのお客さんかと思いきや実はライバル企業だっただからこの堀口さんっていうねあの人にもしかしたらねあえて聞き出すためにその近寄ったんじゃないかとで社長はねもうななただ自慢げに話しただけなんで罪はないんですけど この堀口さんというのが不正競争防止法のね、二条一項八号あたりに該当するんじゃないかと。で、二条一項八号というのはね、刑事罰にもなるんですよ。不正競争防止法の二十一条のね、一項で。まあ、だから、私はね、その辺も、あの、弁理試験としては、ネタになるんじゃないかと思いましたね。はい、まあ、そんなところです。はい、で、今日のお,お話まとめてみましたけど、あの、あ、第一話の話をね。 まとめてみまましたけどこんな感じです、ま、だ第2話は当然見てませんからねどういう話題か分かりませんけどもまたあのまとめていきたいと思いますんで、まあ、とにかく今日、えー、やったのは防人素が洗顔主義無効審判移転請求ねでまあ不正競争防止法的な視点からもいけるんじゃないかとこれは私の試験ですけどねあくまでまあそういうふうにして見どころはあったかなと思います。 まあちょっと個人的ですね全然知財と関係ないですけど私、ね、巨人ファンなんですよ読売ジャイアンツのね。で、あのー、あ中畑清選手、まあ、選手はないわもう、ね、ベイスターズの監督とかもやってあの中畑さんがねなんか、あのー、この主人公のね、えー、っと主人公の女の方いらっしゃいましたよね、えー、この藤崎亜希ちゃんがね所属しているソフトボール部の監督として登場したんですよ。 それがなんか嬉しかったですね <laughs> なんかねもうあの部員の名前とか覚えてないというそんなあのイメージの人でしたけどね <laughs>、えー。はいということで、えー、第1回目の考察終わりたいいと思いま,すまあこういうことを通じてね少しでも弁理士に興味を持ちひ、えー、いては弁理試験に興味を持ってですねぜひあの受験勉強を開始していただけると非常に私としても嬉しいなと。 こう日本の知的財産をこう盛り上げていく仲間がね1人でも2人でもあ増えてくれると嬉しいかなとこのように思っております。